皆様こんばんにゃ、全ライフマスター計画ですね、いよいよ終盤でございます。制作職とね、最終職ですかね、終わりまして、いよいよね、最後戦闘職に入ります。王国兵士のマスター解除をご覧いただきましょう。ではまず解放、はい、あでこれもうマスターになってるんだね動画的に映えないなこれ。はい、わかりました。そうか、で戦うこと自体はできるんだけど、まあこれはいいです、もうあのいいって言われたんで要はね、衣装をねゲットする。でこれのカウントを今調べとかね、あやっぱそうなんだ、これを解放してからのカウントになるから、今一刻も早くカウントしないと次の解除がまたずれ込んじゃうんだね。なるほどね、なんかややこしいっすよね、わかりづらい。慣れればあれなんだろうけど、こういうマスターを変えるってこと自体今までほとんど、なんだろうな、そうマスターを変えるなかなかすごい、そうですけど、で大急ぎで、あいいんだよね、でこれを最速でマスターにしなきゃいけないんだよね。解放、はい、でこの時点で多分カウントされるんだね。あれこれもスキップだ。そうで私は前回マスターになった時にその衣装とか特に何も考えてなくて撮ってなかったんですよね。なので今回はね、まあマスターにはもうなったので、わざわざこれ試験はねもう一回受ける必要はないと思います。でおそらくねクリアは問題ないかと思うんでね、っていうかまあクリアしてるからこそ今マスターになってるわけですよね。で今カウント、これ念のために確認するとやっぱそうですね、そうかマスターに試験を解放してから7日以内だ。だからあの前のライフのマスターを、解除してから7日ではないので、とっととマスターにならないと、マスターになってからね、実質ね本当はあのマスターに、正確に言うとマスターになる権利を得てからってことかな、多分そういうことですよね。いややこしいまあ何せはね、じゃからだって、だからね、あの今回の動画はすごくシンプルですよ。私がなんでこうやって全ライフマスターやってるかっていうと、証拠をね、証拠ってのはこれなんですよね。まあこのゲームやってる方は分かったんだけど、マスター層これがいよいよね、残すは魔法使いのみで、この魔法使いってのは私が覚えてる限りおそらくマスターにはなってないんじゃないかなと思うんだけど、これもう半年とかね、それぐらい前のことなんで、まあなっていたとしてもですね。なのでちょっと覚えておりません。はい。なので、まあ次回はね、いよいよ最終回ということになるかなと思います。じゃあ、撮りましょうか。おー。ん？これもう撮ってんのか。多分。で、これびっくりマークってことはどういうこと？ん？これは？ああ、これ足んないってパターン来たか。これはね、さすがにね、ちょっと調達まではあれなんで、まあわかりました。じゃあこれは最終回でお見せしますよ。まあ間違いなくこれ取るんでね、アングリーフェザーを取ればいいんですよね。わかりました。ちょっと今取りに行くわけにはいかないんで、アングリーフェザーを取ります。で、これはもう持ってんだね。あ、この聖騎士のマントってのは以前つけてたから記憶ありますね。じゃあ取りましょうか、取っても。はい、行きますよ。この取る儀式は1回だけだからね。ピゴーン。で、ブラックインゴットが何気にちょっと足りなめですね。確保しないとダメですよ。はい。だから今回はね、いつもだと、今までのパターンだと、試練を突破して、マスターに晴れてなってっていうので、割と長丁場の動画だったんですが、今回はね、もうショートカットできるようです。いやー、もう、こんだけ頑張ったらいいでしょ、もう。めちゃめちゃ頑張ったな、この全ライフマスター。で、これは取れないのね。はい、わかりました。
で他の3つはもう持ってるみたいですね。これ聖騎士シリーズね。で、取らなきゃいけないのがアングリーフェザーね。はい、覚えました。で、引き続きね、今度はこれは武神シリーズで、こちらはこれがやっぱ取れないってやつか。アングリーフェザーは4ついるってことね。で、羊毛、王様羊毛は結構これ買わないとダメかもしれないね。あ、ブラックインゴットも結構足んないですね。じゃあ行きましょう。ポチッとな。なのでね、さっきもちらっと話したんだけど、衣装を着た状態でのお披露目ってのは次回最終回にね、全ライフね、マスターになったよっていうのをね、総まとめでご覧いただこうかなと思ってるんで、そこまでお預けになりますね。はい。さあ、だいぶ仕上がってまいりましたが、ちょっとね、アイテムはこの素材がね、割とキワキワな感じもなきにしもあらず。ブラックインゴットちょっと買っとかないとダメですね、これ。いやー、しかし大変だったな。長い旅だった。もういよいよゴール近いですね。はい。で、ちょっと、これに関しては、購入しないといけない。そう、クエストで取ってもいいんだけど、これ交換できるか。交換できるなら今しちゃおうか、これ。その手もあるね。アングリーフェザーを4つ。はい、わかりました。ちょっとね、下調べしてなかったんでね、バタバタしておりますが、まあ、これも含めてのね、ライブということで、交換できるとしたら、ここになるのかな。多分これここにあったはず。ただね、あれがコイン、あ、ありました。ちょっと待てよ、コインなんとか足りるかな。あ、大丈夫そうだね。4つだもんね。あ、でしかもちょうど時間切れ間際でした。これ交換、まあぶっちゃけあっちのジェムで取った方がいい気もするけど、うん、ジェムで取る。これこのコイン貴重だから、星取らないといけないですよ。そう、星屑を取るのに、星屑ってのはあそこでもらえないんで、非常にね、これですね、星屑ストーンは最優先なの で、一方でジェムはね、かなり潤沢にあるんですよ。で、私が予想するに、このアングリーフェザーってのはそんなに高くないと思うんですよね、まあ、勝手な予想ですけど、ということなんで今取りません。うん、ちょっと、まあでもそうね、どの、あれだわ、今見たらそんな高くないわ、これ取っちゃえ。なら取っちゃえ。3つもらえて1枚ぐらいだったらいいや。たらまあこうだね、うん、これぐらいならいいです。はい、やった。いや、よかったよかった。プラチナコインストックあってよかったですね。まめに回ってたのが功を奏しました。やっぱ動画ね、一発でバチンって撮れるに越したことないんでね。これでコンプだね。うん、この方がやっぱキリはいいですよ。あとなんだ、これやらなきゃいけないとかってな、考えなきゃいけないのもめんどくさいんでね。OK! ただね、ブラックインゴットもちょっと調達しないとダメですね、動画撮り終わった後。よし、コンプコンプ。さあ、これで、コンプリート来ました。ありがとうございます。王様羊毛は相当買わないとダメですよ。よっしゃ、見ていて。じゃあ着用の儀やっちゃいましょうかね、今ね。はい。いやー、嬉しい嬉しい。はい。いよいよね、魔法使い。これ魔法使いになるためにはね、リアル1週間必要ですんでね。またお預けですが、まあ、ほぼほぼ、クリアかなというところでね、1ヶ月以上にわたってお送りしました。この1ヶ月ってのはゲーム内じゃないですよ。リアル1ヶ月半ぐらいね、かかってね、この、最初はね、ペガサス装備を取りたいなってところから始まって、以前と違ってね、自力で、取らなくても、まあ、ゲーム内通貨たるジェムでね、
買えばなんとかなるんじゃないかなってところから始まってね、あじゃあもう全部使わずにね1年間貯めた素材をね、もう自らマスターになってカンカンしてね、あわよくば売っちゃえばいいじゃないってことでね、全ライフマスター&ペガサス装備ゲット計画というのが始まったわけなんですがね、いよいよ、あと1週間で、終了ということでございます。じゃあね、ちょっと着用の儀いきましょうか。スーパーご褒美タイムですね。はい、ではよいしょ。この格好はちょっとこれ好きなんですよ。ただこれ可愛い、あの女の子キャラにこれ似合うんだけど、今これ中の人アバターなんでね、なかなかどんなもんでしょうみたいな感じがしますけどね。これもうね全然ね日頃使う、昔はねこれ使ってたんですよ、トウモロコシ剣で遊んでたんですよ。最近もう二丁拳銃しか使ってないんでね。そう、じゃあこのスーパーご褒美タイム行きましょうか。ああペガサスって手もあるんだな、どうなんだろう。でもペガサスはもううんいいんじゃないかな。やっぱこれあれですよ、全ライフマスターでしょ。どこ、この人今マスターになったからつけられるはずなんだけど、ん、あこれなのか、これだ多分。よし、意外と4なんだ。そうか4なのか。よし、これをつけてると、あこいつはマスター経験者なんだなってのが一応分かるんですね。でペガサスっていうのは現マスターじゃないとつけられないので、まあ打族みたいな。おちょっとそれっぽくなってきた。で武士、おーザリーチ、次で最後。ででーん。あ、お誘いいただきました。ありがとうございます。ただちょっと今動画録画ナウなので申し訳ございません。はい。この動画を見てくれるといいですけどね。で、まあ風船はついててもいいんだけど、これは武神はなかった。まあ取りましょうか、これは。もうずっとこういう可愛い系装備でもうずっとやってたんでね、ちょっとまたつけたくなったらつけりゃいいんで。で今これはあれか、透明にしてもいいんだけど、透明にしようか。透明、これでとりあえず完成ってことですよね。うん、よし、できた。あとは、これ毎回 見忘れちゃうんだけど、5つでいいですかね、装備ね。あ、違うじゃない、3つじゃない。危ない危ない、武神のマントあった。これは全部つけないとダメです。はい、見た目の方の方の武神あったんだ。ん？あったあった、これか。おー、やっぱね1年間このゲームやってて見たことない衣装だから結構新鮮ですよ。嬉しい嬉しい。1,2,3,4,5,6、 はい、できた、完成。はい、次の患者さん次の患者さんは王国兵士。この人もね可愛いアバターだと、これすごいいいレルナ風なんだけどね、今ちょっとシュールな感じだったんですけど。さあお着替えタイム行ってみよう。まずは頭、よいしょ、なんだっけ、セクシャー、これちょっと強そうだよね、見た目ね、なんか星5装備風で。
今まで見たこのマスター装備の中で一番なんかそれっぽいマスター感があるような。あとはね、色合いで好きなのはね、今んとこまだ魔法使いが残ってるけど、一番色合いが好きなのはあれですね、狩りの人あれすごいなんかかっこいいと思う。おしゃれ、色合いがいい。ああいう色合い好きですね。よっしゃ、来たな。リーチ一発だで、あ、でこれ聖騎士のマントは前から普通に使ってたんですよね。だからレベル16でもあります。これどういう効果だっけ。攻撃がアップし、なるほど。これ今のあれと違ってルーンシステムじゃないから、この効果3がついてるのはなかなかレアだ。はいはい、ということでした。これ OK だよね、まあ、強くないよね。聖騎士全部聖騎士になってるね。1、2、3、4、5、6。さあということでね、一連のシリーズもいよいよ大詰め。あとね、リアル1週間で、このシリーズもねおしまいかなと思うとね、大変だったなっていうのもあるんだけどね、ちょっと寂しいなっていう感じも今してますよ。寂しいって覚えてるってことは、もうゴールがいよいよね、見えたなっていうことかなと思いますね。どうかね、最終回もお楽しみにということをお伝えして、今回はおしまいさせていただきます。それでは皆様、良いファンタジーライフをお過ごしください。にゃおにゃお。寝る。俺は今日何時間このゲームやったんだ。それではまた。